ハリウッドのジャパンハウスロサンゼルスでアート展ウェーブニューカレントインジャパニーズグラフィックアーツが開催されています。ジャパンハウスは日本の優れた文化や技術などの情報発信拠点として設立された施設で、定期的に日本を紹介する展示会が催されています。今回の展示はアーティストの広杉山さんと高橋金太郎さんのキュレーションによるもので、昨年東京で開催されたウェーブ2020の一部です。日本の今のグラフィックアートシーンを代表する55名のクリエイターの作品を紹介しており、オリジナリティあふれる作風が見ものです。本当にそのいろいろな方たちが、それから年代層の幅も非常に幅広い。この三部作はですね、田波圭一さんとおっしゃる方の作品なんですけれども、もう80代とは思えない若々しいタッチだと思います。この作品は友澤小太郎さんっていう一番この55人の中でお若いアーティストの方ですね。顔にスライムがかかっているという。展示会では現在の日本のグラフィックアートに影響をもたらしたスタイルとして、漫画アニメ、ヘタウマ、ポップアート、フォトリアリズムの4つを挙げ、それぞれのスタイルを代表する作品を見ることができます。また、CM やアニメで活躍する人気アーティストや、俳優の浅野忠信さんなど、さまざまなバックグラウンドを持つクリエイターの作品が集められています。会場の一角には、インスピレーションステーションが設けられ、自分で絵を描いたり、参加アーティストによる絵本を見たりできます。このエクジビション の, ロゴマークって、目。大きな目なんですけれども、やはり来られる方それぞれがこのテーマとかクリエイティビティとかメッセージみたいなものを目で感じ取っていただくという、言葉に出して説明はしにくいですけれども、何かやっぱり、あ、これは日本かなっていう、日本のコンテンポラリーなんだということを、まあ、感じていただくと嬉しいなと思います。ウェーブ展はジャパンハウスロサンゼルスで11月28日まで開催されています。入場は無料。詳しくはジャパンハウス LA.com でご確認ください。ロサンゼルスの後、この展示会はサンパウロとロンドンのジャパンハウスを巡回する予定です。広島県産の加工食品を揃えた広島フーディーズチョイスが、10月1日金曜日から10月10日日曜日まで開催されます。冷凍カキフライ、ラーメン、醤油、だしパックなどが特別価格で期間限定販売されます。場所は三和マーケットプレイスのトーランスデロアモ店とコスタメサ店。この機会をお見逃しなく。日本映画を紹介するジャパンフィルムフェスティバル2021が10月に開催されます。10月4日から10日まではオンラインでの配信、また10月9日と10日はウェストハリウッドの劇場での上映会と、今回はハイブリッド開催となります。上映作品の詳しい情報はJFFLA.org でご確認ください。オレンジ軍日系協会では敬老感謝の集いを10月17日日曜日午後1時からオンラインで開催します。今年で35周年を迎えるこのイベントでは、サイレントオークション、奨学金授与式なども行われます。参加は無料ですが、 Zoom での開催のため事前登録が必要です。また60歳以上の方へのお弁当プレゼント、年内に80歳になられる方への表彰状授与のための受付も行っています。詳しくはウェブサイト OCJAA.org まで。テメキュラのペチャンガリゾートカジノが全国紙 USA Today によるランキング10ベストで、ベストカジノホテル部門とベストラスベガス以外のカジノ部門でノミネートされています。1位を決める投票は10月11日朝9時まで行われており、ペチャンガリゾートカジノのウェブサイトからできます。詳しくはぺちゃんが .com でご確認ください。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト J ハリウッドネット .com でもご覧いただけます。